我が行くは温州の彼方。はい、どうもこんばんは、ヤヌです。今回はフェイトグランドオーダー、サバフェスピックアップ2ということで水着イベントが始まりまして、水着ジャンヌと、こっちのキャスギルとエドモン・ダンテスが、ピックアップされているガシャが来ています。ですね、今回エドモン狙いで引いていくんですが、すでに70連して出てません。はい、キャスギルが1体出たのと、バーサガランスロットが1体出たのと、ギルの霊装がとつったの、それぐらいですね。ということで引いていきましょう。10連目、まあ、出たら終わります。出たらね、出たらの話ですけど、出れば終わり。まあキャスターのスカサハスカリがですね NP50 チャージでクイックアップとか持ってるんで、あのですね、まあエドモンが、先日ホーグも強化されてかなり強くなったということで、ぜひとも引いておきたいんですが、まあ、出てくれればいいんですけどね。なんか最近全然爆死してなかったから、久々に80連なんか空振りしちゃって、まあ、結構メンタルに来たね。あ、なんか帰ってきたんだなっていう感じ。やっとこのステージに、俺もこのステージに帰ってきたみたいな。最近ちょっと運良かったからね。まあこれが平常運転ですよ。まあロードがね、ガシャ画面に進むときにロードが入るとちょっとおってなりますよね。来ねえかな。二次回転見てないよ最近。最近急に金が出てさ、アーチャーね、最近急に金が出てさ出るみたいな流れ多いけど、二次回転見たいよ。あの確信した時のあの心、感情を感じたいわ。頼む、頼まい。あれ、そっか、ガンド。いや厳しいのかな。いや、まあここでエドモン引いとかないといつ来るか分かんないこの恐怖感、もうさっさと当てときたい。しかもあの水着のさ、水着、エドモンの水着めちゃくちゃかっこよくない？水着って言っていいのか、水着だよな。来ないな。あの水着の方も引きたいんだよ。まあ今水着ジャンヌ来てるけど、まあ水着ジャンヌはギリギリ耐えれたとして、その後だよね、まあ、フォーリナーがまず誰か分かんねえのと、あと空港で水着 BB が出てきたのがマジでやばい。あの水着 BB はマジでやばい。はい、大事なことなので2回言ったけど、水着 BB はマジでやばい。ちょ待って、やばいなこれ。エドモン出ない、お願い出てくれよお願いだから出てくれよ、頼む。でも育成大変だよね。まだスカサハスカリーも全然育ててないしさ。キャスター、まあギルではないか。もうギルもね、ホーグ4なんですよね。あと1体出ればホーグ5ということでね。いやー出ないのかな。まあ去年の水着はね、まあ、動画にも残してるんですけど、まあ、悲惨すぎたんで、いやなんか今年も同じルートたどりそうなんだよな。去年の水着はマジで悲惨だったな。思い出しただけで吐き気が止まんねえわ。だってあれ何個使ったんだろ、450、トータルで450、80使って星4が何体来たんだろう。3体かな、4体かな、それだけで終わってさ、やべえぞ。おいこの10連なんか収穫なしじゃね。この10連収穫がないんだけど、ちょっとおかしいよ、ちょっとマジのすけ。サーバント
お、あ、キャスター、おい、お前か、絶対お前だろ。はい、キャスター。まあ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 、あー、マジか。バーサーカー、ランスロットのバーサーカーってカレイドスコープをとつってればシフトチェンジなしで、ホーグ3回連続で打てるんでしたっけ。あれだっけな、カレイドスコープをとつってないと1回戦シフトチェンジを入れないとホーグが打てないのかな、まあ、孔明なり何なりに交換しないとできないんだったっけ。多分、あ、さあ、サーバント。なるほどね。待って、聞きたいんだけど、こっちのピックアップ2の方で、北斎の霊槍は出る？出ないよね、絶対。ピックアップ1の方じゃないと出ないよね。あれも欲しいな、持っておきたいな。きつい。やべやべ、これ久しぶりに久しぶりにえげつないんで、ちょっと水飲もう。あー、キャスター、お、アビケブロン先生。アビケブロン、ホーグ何歩だった、これ4かな。ゴーレム、ん、 N マなんだっけN マテクト、ちげえ、なんだっけな、忘れちった。やべ、終わっちまう。あとできて20連かな。あー、きついな。っていうか、一応ロビンフッドもピックアップになってるけど全然来ないね。もっとロビンフッド祭りになるかと思ったら、そんなわけでもない。ねえ、きつくない？きつくない？あ、待って、俺これ初めてだった、もしかして。サーバン2、はい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 。まあ、すり抜けでさ、ちょっとホーグじゃないわ、星5ぐらい来てくれてもいいんですよ。なんか FGO ってあまりにもこの排出率が悪いから、みんなタイムテーブル説とかさ、フレポ教とかさ、言ったっけこれ前の、なんかいつかの動画で言ったような気がするな。フレポ教とかでどうにかその気を持たせようとしてるけどさフレポ教って実際どうなんですかね。なんだっけ、あ、言ったわこれね。星34くんが、待って、これキャスギルだろ。うわー、今裏表でさ、クラスの絵柄が見えたからさ、これ確信したわ、キャスギルだってね。きついなー、出ねえか。出ねえ、いや、まだ試合終わってない、最後の10連がまだ残ってる、まだ諦める時間じゃねえ。
おう。おう。なるほどね。なるほどね。なるほどね。よいしょ。もういい加減来てくれてもいいんだよ。お、ロード長いぞ。これはただ FGO が重いだけなんじゃないだろうかとね、思ってるんですけども、もう水着部でみんな忙しいんでしょう。ああ。お、いやっしゃー。やっと最後の10連で出てくれた。危なかった。危なかったよ。もう最後の10連かい。まあ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 、まあ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。まあ別にここでホーグ2になってくれても、まあ、僕的には全然構わないんですけども。まあ育成大変ですけど、まあ、ぼちぼち。あ、しかもあれか、おっと、今半額期間が終わっちゃってたのか。いいとこでさ、いいとこで終わらしてくるね。半分の期間誰かに負けるのはいい。ジュバーン、ランサー、ひるむとめっちゃ出るな。まあマナプリズムがね稼げたと思えば、いやダメだ、マナプリズム稼ぐのになんで課金したんだみたいになっちゃうな。ダメだダメだダメだ。まあマナプリズムうまいけども、サーバント、本当に二次演出出ないよな。本当に二次演出なんか出なくなった。俺の端末実装されて、ここ半年ぐらい二次回転が実装されてないんじゃないかっていうぐらいね。さあエドモン、俺を呼んだな、復讐の化身を。そうと、俺こそ黒き怨念エクストラクラスアベンジャーである。かっこいい。はい、ということで今回は、フェイトグランドオーダー、サバフェスピックアップ2ということで、まあ、トータルでは何連だ、6サブ6、今50連引いたんだよね。50連引いたから、まあ、トータルでは130連引いたんですけども、まあ一応エドモン手に入れたんでOK としましょう。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。